こんにちは。今年も軒並み解説陣の方々、やっぱりセリーグの優勝は阪神っていう方がやっぱり多くてですね。愛だな。豊さんその一人なんですけれども、でもじゃあつまらないと。つまらない。だし他の5チーム、いややっぱね、キャンプ行ってもね、新井監督が開口一番、巨人が強そうですねとか、阪神はどうでしたとか、はい、やっぱ聞いてくるんだよね。はい、だからみんな両チームともいいキャンプしてたよって、そうですかみたいな。ああ、気になる。やっぱね、気になってるんだよね、やっぱり。そうですよね。でやっぱりなんといってもディフェンディングチャンピオンのやっぱり阪神、はい、去年ああいう強さで勝ってるというので、はい、やっぱ打倒。そうなってくると、うん、じゃあもう阪神しか優勝できないのってなっちゃうじゃないですか。うん、じゃあつまらない。どうすれば。もうなんかちょっと興奮気味だな。なんか嫌いか。阪神好きです。そうだよな、はい、俺も好きだから、言えない。じゃあ5チーム阪神を倒すためにはどうしたらいいかというのを今日は豊さんに分析をしていただきたいです。はい、まずはあの投手力ですよね。はい、去年は先発熱いそうで、中継ぎも熱かったです、抑えも熱かった、うん、となるとどうやってピッチャー陣をまず崩していけばいいか、弱点はあるのか。先発ってね、結構双璧でいってるんだよね。で終盤なんだよ、リードして終盤、じゃあどういう系統に持っていくかというと、やっぱり一人一殺で来るよね。はい、で一人一殺で来るときにやっぱね、大体後手に回ってんだよ相手チームが。うん、でこう左を出した、切り札出した、うん、そしたら左を差し込んでくるとか、だから人数がいる、人がいる、代打の人数が必要。向こうが4枚ずつ揃えてるんだったら、うん、代打に使える代打の代打が枚数がいる、うん、おー、だからそこでやっぱいいように、ああここでやっぱ差し込んできたか、もうそのままじゃなくて、やっぱ代打の代打を惜しげもなく、うん、やっぱり行くぐらいのつもりじゃないと崩れないな。要はじゃあ他チームはその代打に厚みを持ってないといけない。そう、逆に代打に厚みを持ってればそこは打ち崩せるというか、牙城を崩せるってことですか。崩せる時もあるだろうっていう時もあるだろう、うん、やっぱりね、差し込んでくるにはやっぱそれなりの岡田監督の理由があって、うん、で差し込んでも代打の代打が来られるっていうふうに考えると、その力量を測りながら変えない時もあるんだよね。だからその駆け引きに負けないということだよ。わ、だから人がいるって。そうですね、うん、まあ例えばキャッチャー3人制を引く、でも3人目は、うん、まあキャッチャーができればいいかなぐらいの感じだよ。バッティング、バッティングだよ。あ、それが左なのか右なのか、はい、ね、だから向こうが4枚左が揃えてるんだったら、うん、4枚右の代打を揃えるぐらいの感じの方がいいな。だから差し込み方って右対右っていうのはいいんだけども、左対左にだいたい差し込んでくるんだよね、はい、左バッターの時に、うん、だその時に代打の代打を差し込めるぐらいの右のバッターがいる、うん、右バッターが充実してるチームですね。そうだね、うん、だからこっちが逆にそれを引き出すために左を代打出しておいて、わざと、うん、こっちはお前絶対来るから用意しとけみたいな、右に言っとく、ほら来たみたいな、うん、よし行ってこいみたいな、そういうこう完結したものが欲しいよな。はい、うん、だから人がいる。そうですね、うん、いわゆる右の代打の要員が何枚か4枚以上はいると、うんうん、だから岡田コンピューターっていうのをやっぱ狂わしていかないといけない。そうですよね、うんうん、失敗を重ねることによって自信がなくなったりだとか、うん、まあするケースもあるし、うん、例えばヤクルトだったら川端切り札を出した、まあ、確かに左対左でも打てるかもわからないけども苦しいよね、はい、だそこでも惜しげもなく、例えば内山が先発じゃなかったら内山行けみたいな、うん、そのぐらい用意しとかないと、やっぱなかなかやっぱこうやりたい放題やられてるようでは、やっぱ勝ち目っていうのはなかなか見えてこない。やっぱ投手陣がいいだけに。そうですね、うん、やっぱ勝つっていうのはリスクを伴わなきゃ勝てないと思うよ阪神には、うん、だからそのリスクをどういうふうに重ねるか、うん、そこにかかってると思う。特に6、7、8、7、8のこの終盤になってきた時のですよね、うん、中継ぎを多分入れてくるだろうなってなった時の、だからね、後先考えるんだよ。
やっぱこれ延長になったらこの選手がいなくなるとか、やっぱ考えてる前に試合が終わってるから、昨年見てると、まあ、そうなってくると惜しげもなく出すっていうのが、やっぱ勝負どころでは大事かなっていうような感じがするよね。うん、そうですね、と思うよ。これはそうですよね。いや、もうそのぐらいしかね、方法がないんだよ。そこで抑えられたらもうしょうがないし、はい、ね、でも代打の代打って言われるとやっぱり向こうも慌てるだろうし、そこで1回成功するとやっぱ次からやっぱ考えるよね、はい、これどうしたらいいって、これが出したらこのバッターが出てくる、相性的にはこう非常に悪い、変えない方がいいかみたいな、やっぱ向こうに後手を踏ますような采配を用意しとかないと、もうやりたい放題だから、まあ、そう自由にねやられるから、うん、岡田監督ってもうすごく深いところまで考えてるから、それは簡単にはいかないけども、ピッチャーは1回変えたら1人完了するまで変えれないというルールをやっぱ最大限に利用するということだよね、はい、そこだよ、まずそこですよね、あとは相手打線、対戦するピッチャーはどういうふうにして例えば1点を取られないようにするか、例えば去年でいうとその8番の木浪選手っていうのが非常にキーになっていた、となるとやっぱあそこもまず最初何とかしないといけないとなると、そこはどういうふうにしていけばいいんですかね。そこはね、打たれるのも仕方ないと思う。あ、でもやらなきゃいけないことは何だと思う、ピッチャー何ですか。相手に対して、阪神打線に対して投げてるピッチャーが何をやらなきゃいけないと思う、何をやらなきゃいけない。結局フォアボール、そう、出さない、そこだ。やっぱもう向かっていくしかないんだよ。そうかね、だから大山が99個フォアボールを取った、はい、その生還率ってのはどのぐらいあるかっていうの、はい、とか、うん、やっぱフォアボールが絡むと大量点になってくる可能性もあるし、はい、これはやっぱり各球団酸っぱく言ってると思うよ、フォアボールは出すなって、うん、だからそれでもやっぱり選球眼がいいバッターっていうのは取るけどね、うん、だけどもうそれだったら打たれた方がいいっていうふうに居直れるかどうか。そこですね、うん、阪神は昨年そんなに特にバカバカ打ったっていう印象はなくても、うんうん、はい、でもフォアボールが絡んで点になってるっていうケースはすごく多いよね、はい、だからまあそこら辺をやっぱ減らすことができるかどうか、うん、この1点だけだと思う。フォアボールを出さないと、なんか極力少なくする、うん、しかないよね。だからまあ勝負 しに行くしかないですよ、ね、うん、勝負しに行って打たれる分にはこれはもう仕方ないよ、うん、はい、でもフォアボールっていうのはやっぱ避けれることだから、はい、だから避けれることはしっかり避けるということだよね、うん、だからそこができると投げてても楽かなっていうような感じがする。対バッターに対する攻略とかっていうよりかはもうそこになってくるんですね。まあ技術的に高いバッターもいるし、それはねやっぱりどんないいボールを投げても打たれることもあるし、真ん中投げてても打ち損じる時あるし、まあバッティングって大体そんなもんなんだよ、はい、だから3割しか打てないし、うん、まあ、チーム打率っていうのは2割5分ぐらいでしょ、うん、はい、まあ、そうなってくるとやっぱりいかにフォアボールが無駄なことを生んでるかっていうことを考えるとね、うん、それはもう向かっていくしかない。打っても3割、フォアボール出したら4割になっちゃうから、うん、そうですよね、うん、だから、まあ、そこを考えるとやっぱフォアボールっていうのは阪神にとっては貴重な栄養剤だよね。うん、それをね、摘み取らないと、栄養を摘み取らないとなかなか難しいかなっていうような感じがする。でいわゆる相手ピッチャーがそうですね、うん、いかにフォアボール出さずに打ち取れるか。まあそうだね、だから阪神のピッチャーっていうのはフォアボールっていうのは出さないと思うよ、なかなか、はい、まあ、だけど他球団からもらうフォアボールっていうのはね、うん、宝の山になっちゃってるねえ、そうですよね。いやいや本当に本当に、うん、だからまあそういうふうにものを考えていくと攻略の糸口っていうのは多少見えてくるかなという、まあ、それでも強いと思うよ。足の警戒とかそういうのはどうですか。例えば走塁だったり盗塁とかダブルスチールだったりとか、まあ、それは隙を作らないということだよね、うん、まあ、特にまあ後半、まあ、ダイソーが出てきた時とか、はい、まあ、そういった時には要警戒だし、はい、ね、かといってバッターをおろすかにしちゃいけないし、うん、だからこういうことはもう口酸っぱくミーティングで言われてるはずなんだよ、はい、だけどそれができないんだよね。だからできるだけのものを作り上げとかないとやっぱ阪神には勝てないということ、ね、
そうですね、うん、ただ本当にじゃあ全くね隙がないかっていうと、今ユダさんおっしゃってたように、その中継ぎのワンポイントで出てくるところの代打の起用法だったりとか、例えばフォアボールをとにかく出さない、そういうものは勝てる要素っていうのはあるわけですよね、うん、だからこっちがやっぱこう支配をして操るということだよ、采配を。そうですね、よしここで左行っとけって無理でも、押、うん、したら必ず変えてくると、押、うん、したらこっちに用意すると、よしお前が勝負だぞみたいな、うん、だからやっぱミーティングでもやっぱモチベーションを上げるために、こういうケースで代打の代打行くぞって言っときゃいいんだよ、うん、だからね選手のプライドだとか、うん、ね、はい、そういうの気にして、うん、変えらんないよねみたいな、それじゃ勝てないからね勝負は。そうですね、うん、例えば川端に、川端行ったと、うん、ね、で左が来たと、まあ、川端切り札だからしょうがないかというよりも、例えば並木が入ってたと、はい、並木お前行ってこいと、うん、それはやっぱ川端としたら、いや並木だったら俺の方が打つだろうと思うけども、並木の方がいやらしさを与えられるんだったら、はい、俺はその方がいいと思う。なるほど、やっぱあーって思わせないと、うん、やっぱ勝負っていうのは崩れていかないから、あそのままかよしよしみたいな、もう相手のね術中にはまるということだから、うん、だからそういう、まあ、選手のプライドだとか、まあ、あるだろうけども、やっぱ勝負に徹するとしたら、まあ、そういうことっていうのは大事かなっていうふうに思う。そうですね、だから、まあ、例えば佐野でも当たってなかった、うん、ね、左差し込んでこられた、うん、ね、右の、まあ、代打例えば松尾がいたとした、はい、松尾行ってこい、うん、そう若いよ、はい、若いけどでもそういうことが勝つには大事になってくるかなっていうふうには思うけどね。そうですね、うん、まあ、本当にね、あのディフェンディングチャンピオンの阪神を倒さなければやっぱり優勝はないっていうふうにもやっぱり各チームの監督の方は思ってらっしゃいますし、こうも大事ですけど、やっぱチームが勝つっていうことがやっぱりね大前提になってきますね。で岡田監督はそういう采配をするから勝つのが大前提、うん、ね、それで戦ってる方が選手に対して遠慮が出てくると、うん、それは崩れないということで。そうですね、うん、さあ各チームセリーグ、ね、そんなこと言っていいのか阪神ファンに怒られそうだよ、ね、そんなことない、阪神ファン、それでも強 い, それでも 強, い強いのが阪神なんですよ、うん、まあ、まあそうだ確かに、ね、なので、まあ、どこのチームがね阪神を苦しめることができるのか、まあそうだね、はたまたもうまたすんなりと阪神が行ってしまうのか、まあ、いやいや、まあ、阪神ファンも、うん、やっぱ苦しまないと楽しくないでしょ。接戦が見たいです、うん、でヒリヒリする試合が見たいの で、ね、まあ、今年はよりヒリヒリするとは思うけども、はい、まあ阪神は強いな、やっぱな強いんですね、うん。